いつでもいつでも君だけを夢に見ている僕なんだ。星の光を映してる黒い瞳に出会うたび胸が震える僕なんだ。音楽に演劇に青春をかけて我が人生の行き着く場所とひたすら励んできた私たちの劇場が閉鎖され、あるいは客席数を半分に削られるという、私たちは今そんな未曾有の経験を強いられています。好きなんだけど離れてるのさ、遠くで星を見るように。好きなんだけど黙ってるのさ、大事なだから隠すように。君は僕の心の星、君は僕のハート、壊したくない、なくしたくないんだから。好きなんだけど離れてるのさ、好きなんだけど。去年の3月、すでに2000枚のチケットを完売した西郷輝彦55周年コンサートは2度延期となり、3度目はついに中止に追い込まれました。このコンサートに関わるスタッフ、ミュージシャンたちがいかに翻弄されたかお分かりでしょう。事実、彼らは生活に窮するところまで追い込まれているのです。心の豊かさを支える文化芸術というものは決してないがしろにできるものではありません。しかし55周年コンサートが中止になったとはいえ、私には60周年があります。この素晴らしいスタッフとともにその日を迎えられますように、ぜひ国としてご支援くださいますようよろしくお願い申し上げます。ファンの皆様も私の60周年コンサート、生きているかな頑張っていきましょう。そのコンサートに夢をかけましょう。